小田急線に乗ってる人からしても、まあ、ご存知ない方多いんですけど。市民にとっては愛着のある四つの駅なんですよね。宅見士相原と申します。この動画は。小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説するコーナーです。今回は。小田原小田急線の悲しき支店の。足柄蛍田。 富津香山駅について解説します、まあ悲しき四天王っていうね関ンにニー名物ですと地元の方は「何だ!」って怒るかもしれないですけどねなかなかやっぱ小田原市街でいうとですねこの4つの駅というのはなかなか、まあ、認知度が低いと言わざるを得ない駅なんですね。 小田原には小田急小田原本線という電車が走っています小田急本線じゃないですよ小田原市民の方は小田急本線と言いますまた小田急とも呼びません小田原急行と呼びますまあ、それをここに置いておいて なぜそこまで愛着持っていくかというと小田原の駅からです、ね、新宿方面に向かう駅小田原駅からずっと北側に向かって北側稽古じゃないですよ北側に向かっていく道路のところに4つの駅があるんですね小田原の駅を隣に出ますと足柄駅そしてその隣の部分が蛍田駅その次が富水駅香山駅そして隣の海西駅という形小田原市内の小田急線沿線というところなんですが。 この4つの駅はですね。いわゆる各駅停車しか止まらない駅という形になります。一部の急行が止まるという形ですね。追随してると。 抜けたその小田原駅を北側に抜けた改正の駅はですね、すべての急暇を止まる急行停車駅にまあ格上げだったんですね。我々四つの駅を置いててですね、改正駅お前もかって形で改正駅が全部止まるようになっちゃったんですね。まあその四つがまた取り残されるという形なんですね。でこの四つの駅で中心主力な電車はどういう形になるかというと、小田原と新松田の駅という駅があります松田駅の形。改正駅の一つ北側の駅ですね北側経路じゃないですよ。この小田原と新松田駅を行き交っている各駅停車がずっと電車が行き来。 していいるる電車の部分という形になるわけですねまずですね1つずつの駅の紹介をしていければと思うんですが小田原駅の隣の足柄駅という部分ですねこちらはロマンスカのですね発着の停車場という形で、まあ、小田原の駅でお客さんを降ろして1回休憩する形で電車が戻ってくるいわゆる車庫的な意味合いがある形の、あのー、駅なんですねだから時間帯によっては足柄駅の隣のところにです、ね、ロマンスカが34台並んで,ですね鉄道ファンがずっと写真撮ってるという意味合いがあります 近くのセブンイレブンとかに行くとですねロマンスカーの社長さんの格好した格好の人がです、ね、お弁当買って待ってるみたいな感じで実は、足柄駅1つはこの足柄という名前。 足、足元フットの足にですね。木偏にえ兵、ー、という文字の柄足柄というとですね。どうしても、えー、群馬県だったり。あとは足柄山脈みたいな形で、もう少し北側の部分、波多野とか相模原をイメージする形で、小田原にも足柄駅というも同じ地名が確か、他の場所でもあったんじゃないかなと思いますね。この駅ですね。小田急線の全ての駅の中で乗降客数が一番降りる客がですね。1番少ない駅だったんですね。要するに一番。まあ要するに。 使われてないい駅という形だったんですねだけどですね、えー、と小田原その足柄駅のすぐ近くにですね密林が急にドーンとあ密林じですね、えー、急にそこにアマゾンがですねドーンとできたわけですねいつになったらあのアマゾンにですね川口博史探検隊が探検にしに来るのか松英が探検に来るのかとお小田原市民はずっと待ってるんですけどねなんでかというとですねアマゾン行きのバスっていうのがですねこうあるんですね「アマゾン行きバス」って書いてあるんですねカタカナで。 えらいバスが小田原の駅から発着してるなと僕思ったりするんですけどね、まあ、それはさておき、まあ、そのアマゾンにまあ通勤する方が足柄駅利用する最寄り駅だということで,です、ね、乗降客が増えて最下位から脱出したという話があるぐらい、まあ、これからもうその足柄駅の西側にです、ね、長年イーオンさんのショッピングモールができる、それに合わせて足柄駅周辺が再開されるんじゃないかって、地元の方、ずいぶん苦悩ですね、これも悲惨のと読みません、苦悩ですねこういうい分の方々がですね。 まあずっと期待している部分がありますんで、まあ、この辺また注目を集めるんじゃないかなと思っておりますね。さあ一つ北に行ってこのホタルダの駅はですね名前が問題になることがあります。というのは。 私は上が3つちょんちょんちょんとつくこの「ホタルで「ホタルだと書いておりましたホームページもそうですし動画に関してもそうでしたそうしたらですねある方からですね強烈なコメントが来ましてまあ強烈というかあってる事実,事実だったの結局ねあの強烈なコメントする意思も十分わかると思うんですが「ホタルという文字の表記が違うと御社の動画に関してもと上が「非」2つで「ホタルだったとでえー そうなんですかと思ってですね、えー「私はちゃんと蛍田駅に聞きに行きましたどっちが正式名称なんですか?と」とそしたらですね、えー「日が2つが正式名称だということだったんですねで私そういうのが出るとですね性格的もともとミニコミ市の記者やってましたんでそういう,こう奥歯に物が挟まることがあるとですねどうしても調べたくなる性分なんですね。 僕の同期の人がですねまあよタウンニュース残ってるもん歩道ヶ谷の賀の字」っていうんでね「歩道ヶ谷」って横浜にあるんですけど歩土ヶ谷の賀の,の字がカタカナの「ケ」なのかカタカナの「ガ」なのかで揉めてるって言ってこれもう全部調べ上げたことがありましたここの公共説は「ケ、えー」ここの公共説はけ「ここの公共説はがどっちが正解なんだってことを詰め寄ったことがありましたもうすごい面白い記事だなと思って僕もそれちょっとね真似して調べてみたんですね。 バス停蛍田駅前バス停の場合はこれは3点のポイントなんですねあとは保育園なんかもそうですし郵便局なんかもそうですし金融機関るまる支店なんかもそうですしそういう場合もみんな3点なんですね。ででもやっぱり炎の火を使っているところも何軒かある。 まあ当然これは一般論局に詰まらないで言えばですねやはり「蛍」という文字上「きが2つ難しい感じなんで簡単にという形で算定にしたんだということがまあ答えとして見えてる形なんですけどただ駅、ね「駅」は「火」が2つですって強く言ってましたんでまあ今それ以降うちのホームページの名前勤めてそのような表現しているだからそのぐらい小田原って結構こだわりがある町なんですね。でも名前はです、ね、このつの名前前はこの隣のののつそ隣とととという駅と含めててかるとうです、ね、ホタルだ富津もうまこと水があふれて 田園風景エリアということがわかりますね。なお、のその東と塚山の間ではですね、二宮尊徳翁、まあ、その形で出征した家もありますので、いわゆる昔の尊徳伝。 二宮尊徳さんが開拓して作った田んぼだと言われているところも結構あったりするんですこのエリア、まあ、そのぐらいやっぱり環境としては自然が溢れている場所まさに蛍だということで蛍も実際田んぼの中に出ていたらしいんですねで当然自噴の自噴ですよ自噴の井戸が鹿山蛍だまあ 富津ももああるねねります、ね、そういう形でものもまちまち見受けられるようなそのぐらい落ち着いた住環境私は熱帯魚を飼いたいからここに住みたいんです私はメダカを飼いたいからここに住みたいんですっていうことで県外からそこに移住される方がいらっしゃる方当然その反対側には坂川という大きい川が流れてあゆ釣りがしたいからという方仮川なんかもそうですけど要するに川の清流釣りをしたいからということで移り住む方もいらっしゃるという形なんですね。で昔ははそのの人先駅駅といに今 言ってもわからないコニシロクという大きいフィルム写真のフィルムの工場がありましたもっと分かりやすく値段が下がってくるとコニカという会社もう今その会社はもう撤退してしまって別の工場が入ってるんですけどいわゆる工業同化鉢だったんですね そのの隣が明治さんの工場もありましたなのでやはり工場街としても十分ある何で工場がいっぱいあるかっていうと水がいっぱいこうやって自噴するような水がねああいう工場は当然水をいっぱい使います坂川の水も引いたり中もできるということで工場がいっぱいこういうエリアはあったというところですねただだんだん時短の風流があってきてそういうところがなくなってきていて住宅に生まれ変わっている新しい住宅拠点としてなっている小田原中心街がなかなかと近いないんで小田急線で小田原足柄蛍田富津と行けばですね加山なんかもそうですけどね ちょっと乗ればですねそういう形で通勤券になりますよということでお買い求めなの中であります通勤通学の方ですねぜひ見てくださいという私動画小田原駅にもぜひ見てくださいって動画を上げてるんですけど新幹線が7時台に到着する電車がありますそうすると皆さん新幹線ホームから小田急のホームにみんな一生懸命走るんですね ってですね毎日がスペシャルじゃなくて毎日が徒競走みたいになってるわけです。でなぜそうなってるかやっぱ乗り換えして早く自宅に帰りたいかって思いがあるからね寄り道してらずにビヤーとみんな走っていくもうそういう部分がもう見受けられる部分ぐらいやっぱそういう部分で小田原ベッドダウンとしてこの今言った、えー、四天王が小田原鎮座しているという形になるわけですね。で最後が加山という駅になりますよってことですね。で実際前々回やった大遊山沿線と 小田急線沿線という形で家を買う場合というようになった時にですねやはり小田急線沿線の方が人気です地もも高高いいし物件も高いです当然それは大有山線というのはゴールが大有山という形でその先が都内にない形ですけど小田急線という形であればそれから先自体は まっすぐ行けば新宿、代々木上原に乗り換えれば都心まで、まあ、電車1本、まあ、または2本という形でダイレクトに行ける。そしてお子様自体が通勤、通学する場合に関しても便利だということで、小田急線、遠線選ばれてるって経緯が実際あるから、地下がやっぱり高い、ニーズが高くなれば当然地下が高くなっていくというシチュエーションがあるわけですね。当然そこは、 小田急線の部分に関しても全部の急行が止まるわけじゃありませんのでね新松田乗り換えという形を経験するそれは東海道線エリアの方もそうです神津止まりという小田原中心部は行かない電車があるんですね何本かなぜかと神津の裏側に車庫があるんでみんな神津止まりになっちゃうケースって時間帯によある神津で寒い中寒いなーって言いながら乗り換えしたりなんていう形の経緯がある、まあ、そういう経緯がありながらも小田原市民移住という形駅選びということを考えた時にですね今の情報が なってもらえればと思います。まあ滋賀な蛍だ富水河山小田原市民にとっては大事な駅なんでね、もっともっと町が発展していければ楽しい町になっていくんではないかなと思ったりもします。というわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは小田原や不動産の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。ぜひチャンネル登録いいねボタン小田原市民の方もですねチャ、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。た 愛原ゆうすけでした。